はい、おはようございます。 KTC 放送局の健太店長です。お昼の方はこんにちは、夜の方はこんばんは。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いやー、今日の動画はですね、まあ、本当どうでもいい人にとってはめちゃめちゃどうでもいい、お話なんですけども、ベン&ジェリーズでご存知でしょうか。アイスクリームの、まあ、ブランドなんですけども、ブランドメーカー、はい、まあ日本でもね、結構その一時コンビニエンスストアとかでもね売ってて、まあスーパーとかでも売ってたんで、多分ね結構いろんな方が知ってると思うんですけども、あれアメリカのアイスブランドかな、はい、なんですけど、まあ日本でもちょこちょこ売っててね、ちょっと、まあ、若干値段はまあ張ってたんですけど、まあ美味しいんですよね、すごく。はい、で僕ね、ベン&ジェリーズ大好きで、もう1日ね3つぐらい食ってた時期がありましたね。はい、ダーティーバルク中で、まあ、何せ僕ほらここにアイスクリームのねタトゥー、まあ、これソフトクリームですけどを入れてしまうぐらい、まあ、無類のアイス好きで、で中でもやっぱベン&ジェリーズがもう僕の中ではダントツ好きだったんですよ。もうこれ美味しいな、すごい、なんかもうパッケージもカラフルでね、なんかもうパッケージ見てるだけでワクワクするんですよね、ベン&ジェリーズって。で、まあ、なかなか日本にはないフレーバーが売ってて、で味も結構ね、まあなんか海外チックで、うん、だけど海外のアイスにしては珍しく合成着色料とかね甘味料を使ってないみたいな、まあなかなか本当に僕の中でドストライクのアイスだったんですけど、なんとですね、ベン&ジェリーズ最近見かけないと思ったら日本から撤退してたそうです。はい、いやこれ俺知らなくてですね、全然。まあ、もう、僕は半年ぐらい前から、まあ、体脂肪の調節に入ってしまったんで、まあ、まだ全然デブデブですけど、まあ、あんまりアイス食べなくなっちゃったんですね、そういう。ただね、まあ、チートデイにはやっぱりビッグカップ、ベン&ジェリーズのビッグカップとか食べたかったから、前よくベン&ジェリーズのビッグカップ買ってたお店にね、まあ、よく嫁さんが行ってたんで、まああったら買ってきてって言ってたんですけど、ある時期をね境にやっぱなくなっちゃったんですよ、全然。だから最近売ってないよみたいな。でコンビニでも見かけないし、スーパーでも見かけないしと思ったら、なんとねひっそりね日本事業から撤退してたんですって。これ知ってました？ベンジェリー好きの皆さんっていうか、いるのかな、その人今俺の動画の前にいるのかどうか知らないけど、ネットで調べたらネットニュースにもなってて、なんかでも2019年12月12日のニュースなんで結構前ですね。はい、ちなみに内容がねこれか。ユニリーバージャパンカスタマーマーケティングは12月12日、アメリカのプレミアムアイスクリームベン&ジェリーズの日本事業から撤退することを明らかにしたと。はい、2020年1月13日に唯一の店舗であるララポート豊洲店を閉店。2020年3月納品分をもってミニカップアイスの販売も終了すると。はい。なんかまあ、日本事業の展開にあたり、国内製造を検討していたが、一方で米国本社の基準に見合う原材料の調達のめどが立たず、今回の事業終了を決定したと述べているって書いてあるんですけど、まあ、そこはどうでもいいんですけどね。まあ結局2020年3月納品分のミニカップアイスの、この納品分をもって販売終了なんで、まあ今2021年のもう4月なんで今日、はい。もう在庫吐き出したんでしょうね、ほとんどのお店が。はい、ほんでネットで調べてアマゾンさんとかね楽天さん見たけど、もうベン&ジェリーズやっぱ取り扱ってるとこないんですよ、在庫切れっていうか。はい、なんで今日本国内でもベン&ジェリーズ食べようと思ってもおそらく手に入らないですね今。
だからもうなんすかね、これ孝行をしたい時に親はなしって言うじゃないですか。親孝行しようと思ってもその時もう親いないよみたいな、そういう変なことわざありましたよね。それと一緒でもうベン&ジェリーズ食べたい時にベン&ジェリーズなしっていう、なんて悲しいんだって。もっとこんなことなんだったらもっと食べておけばよかったなと思って、いや本当にね、いざ食べれないんだって思うとさらに苦しいくらい食べたくなってしまうんですよね。だからもうね、本当にいても立ってもいられないんで、9月カリフォルニア行こうかなって思ってます。はい。まあ、別にベン&ジェリーズのためじゃないんですけれども、ちょっとね、これアメリカ次、今年もし、まあコロナ次第ですけど行けたら、ちょっともう毎日あってベン&ジェリーズ食べようかなと思って、はい。そう。まあ、去年はね、去年のカリフォルニアの時は、冷凍庫に、モーテルの冷凍庫にビッグカップが入んなくてね、泣く泣く、指でむさぼり食ったっていうね、はい、記憶がありますけど、今回はちょっと冷凍庫考えてね、ミニカップ、でもあっちミニカップ売ってないんですよね、そもそもの話。ね、まあどうでも、本当にこれどうでもいい人にとっちゃどうでもいい話かもしれないですけど、まあ、アイスフリークね、本当に、タトゥーに刻むぐらいアイス好きなんですから、ね、うん、アイスフリークにとってはね、これ結構ベン&ジェリーズ撤退って俺知らなかったとはいえ、ねえ、ちょっと悲しすぎるっすよね、はい、あ。なんかもう俺これから何を支えに生きていけばいいのかなと思って、ねえ、ベン&ジェリーズなきゃと、もうジョンソン&ジョンソンとかね、別にアンドがつけばいいってわけじゃないんですけど、まあ、ハーゲンダッツとかね、やっぱ美味しいアイス他にもありますけど、でもやっぱベン&ジェリーズって結構唯一無二だったんですよね。特にね、僕コットンキャンディーフレーバーっていうのか、コットンキャンディー味、わたあめ味かなあれがね、すごいだんだんおかしくなってきたぞ。ベン&ジェリーズの中でも特に好きで、あれがね食べれなくなって本当になんか悲しくて悲しくてね、震える、はい。でもね、アメリカにはなぜかコットンキャンディー味見かけないんですよね。そう、結構ね、僕がアメリカ行った時ってスーパー大好きなんで、スーパーマーケット、まああれば結構入るんですよ。いろんなマーケットに。で、まあ間違いなくベン&ジェリーズのコーナーを見るんですけど、どうもね、コットンキャンディー味を見かけたことがないんですよね。はい。その代わりなんか違う結構日本ではないフレーバーがいっぱいあるんで、そっちを買うんですけど、あっちではコットンキャンディーあんま人気じゃないんですかね。たまたまなのかわかんないんですけども、はあ、まあまあまあそんな感じで、とにかくね、ベン&ジェリーズ撤退してたんで、もし好きな方いたら、まあ今は多分おそらく手に入らない状態になっちゃってると思います。はい。なんで、まあ、海外旅行のサイトが見かけたら、ぜひちょっと食べていただければと思いますね。まあ、もしここで見かけたよ、ベン&ジェリーズ、まだ国内、日本国内にここにあったよっていう情報を持ってる方いらっしゃいましたら、コメント欄にお寄せください。多分この動画、再生回数100回ぐらいに止まると思うんで、情報が集まる気はしませんけども、よろしくお願いいたします。KTC 放送局のケンタ店長でした。こんなことやってるから人気なくなるんだよね。